ブレンダーが初めてという方もすぐに描くことができます。では始めましょう。現在見えているのが2.8を起動した時の画面になります。画面の適当なところを左クリックします。そうすると中央に立方体が見えています。これが 3D を描く画面です。 今回は 2D を使いますので、えー、画面左、ファイルから New そして2つ目の 2D アニメーションを選択してクリックしますこれが 2D を描く画面になります現在、左側にドローって,書かれてますが、えー、描くモードでペンが選ばれていますペン のの種類は左上の四角いアイコンこれをクリックするとデフォルトで7つのペンがあります。今回は真ん中を選びます。そうするとドローノイズが表示されていてノイズのペンが選ばれていることが分かります。そしてその右にブラックと書かれていますがこれで黒の色の文字をラインを書くことができます。 赤にしたい場合は、リストからレッドを選びます。そうすると赤の文字を書くことが、ラインを書くことができます。で今回、塗りを入れたいので、塗りは右下のコンテクストのマテリアル、下から2つ目のアイコンを選びます。そしてクリックします。そうすると、ストローク、これが線の部分ですが、にチェックが入っているのが分かります。 その下にフィルがあります。フィルをチェック,フィルをチェックするとこういうようにフィルが入っていきます。でマウスでも書けますけれどもペンで書いた方が簡単に、えー、きれいに書けます。さてそれで今からアニメーションを作成しますけれども、えー、まずは画面を、えー、きれいにします。画面の全てを削除。 書いたものを削除するのは、ドローモードで右クリックします。そして DeleteActive を選びます。そうすると全てが消さ,れて消されました。で、現在ドローモードでペンが選ばれて、レッドが選ばれているという状態です。そうすると書けるので、まずアニメーションの1面目を書きます。どんなものでも構いませんが、例えば、 風船、えー、手を離して風船が、えー、飛んでいくという絵を描きたいと。アニメーションを作りたいとすればですね、えー、例えばこんなふうに風船を描きます。それで今これは描いた、一、えー、面目を描いたということです。 アニメーションは一番下のタイムラインで作成していきます。今、1面目を数字の青いで、白の数字を見ていただくと1に1面目を書いたということです。で2面目を書くのは1面目、この四角い、小さい四角がありますけど、そこをクリックして右クリックします。そして、デュプリキットを選びます。そうすると、 ポインターにくっついて、今の画面をコピーしていることになります。で、適当なところを選びまして、次に2面目を描きます。で、注意しなければならないことは、この白抜き青に白抜きの数字のを動かして、ちょうど下の緑のラインを今デュプリキットしたところに揃えるということです。これが2面目を書く状態になっています。 で手で書いてもいいんですけれども単に風船を動かしたい、えー、ので今回はドロー移動であればドローではなくてエディットモードに変えますそしてエディットモードでは一番上がセレクションな選択ですセレクトになってますので、えー、まず風船を選びますで選んだら、えー、ムーブで移動させます 簡単に移動できますので少し移動して離します。これが2面目が描けたことになります。そして今度先ほどの小さい四角選んで右クリックでデュプリキットで3面目を描きます。で3面目書くの先ほども申し上げましたようにこの緑のラインを必ず上に揃えます。そして3面目を今描きました。そうするとこの えー、白抜きの数字を動かすとですね、えー、こういうように3面描けているのが分かります。えー、それで3 4面目を描きます。で右クリックして、デュプリキットします。そして、えーえー、適当なところで左クリックします。そうすると、今これが3面目でしたから、4面目になります。で4面目ですが、今度は、 移動ではなくて、例えば風船が破裂したところを描きたいんなれば今移動がエディットモードでしたが今度は先ほどのドローモードにして描くモードにします。そしてペンが選ばれて赤が選ばれてますので,で適当に、えー、上書きします。 そして、これが4面目ですが、もう一度四角いところで右クリックして、デュプリキットします。そして、必ず青を動かします。そして、次、こういうように描いていきます。適当に描きまして、そうするとこんな風になっています。で、今、こういうふうに画面が動きましたが、そういう場合は、 コントロールをしてマウスをドラッグするとこういうように大きさを調整できますで。カメラとかを見せたくない場合はこのオーバーレイをクリックしておきます。そうすると他の画像が入ってきません。で現在今こういうように見えています。でさらにもっと 書き加えたいということであれば選んでデュプリキットをして移動します。そして必ず緑のラインを上に載せます。そしてさらに描きます。そうするとこんな風に描けていきます。で今、あの緑のライン動かしますとこういうように動いていることがわかります。 これを実際にプレイするのはここで最初に戻してプレイボタンを作成します。こういうようにできています。これのまあきれいにとかっていうのはこの間隔を縮めるとか丁寧に絵を描くとかっていうことで調整していきます。以上、非常に簡単に 2D アニメーションを描くことができましたどうぞやってみてください